はいはい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。白いボディに青いライン、そのシンプルでスタイリッシュな見た目からたくさんの人気を集めている東海道新幹線の N700系。 ただその見た目から JR 東日本の新幹線と比較するとちょっとシンプルすぎるよね、そう思われている方もいらっしゃるかもしれません。いえいえ、そんなことはありません。東海道新幹線の N700 系には大体3種類ぐらいのタイプが存在していて、古いものは2007年、そして新しいものは2021年と、新旧の差はなんと14年も離れているんです。まあ確かに2020年の冬、700系が引退してしまったことによりまた一つ種類は減ってしまいましたが、まだたくさんのタイプの N700 系が活躍をしています。というわけで今回は新しい N700 系と古い N700 系を乗り比べてみたいと思います。今回もよろしくお願いいたします。さあ、こちら今回は東京駅に来ています。手前側に停車をしているのは東京行きの光号、そして屋根の部分を見ているとなんだかね、黒ずみが目立っています。この車両も長く使われているんでしょうね。そう、こちらの車両が東海道新幹線の N700 系の中で最も古い N700A というタイプの新幹線です。現在の東海道新幹線の大部分を占めている N700A ですが、実はこの N700A にもその中にも2種類のタイプが存在しています。まずこちらのロゴをご覧ください。こちらの N700A はなんか A がちょっと右側にちょこんとおまけ程度に記されているのがわかるかと思います。実はこのおまけ程度の A の N700A の方はもともと N700 系としてデビューして、そしてその後 N700A に改造された車両を表しているんですね。なので結論言ってしまうと、この N700A のロゴがちっちゃいものが東海道新幹線の中でも最も古いタイプということになっています。やはり N700 系時代から使われているということもあり、かなり車体には傷が目立ちます。 N700 系はもともと2007年7月のダイヤ改正でデビューをして、さらにその5年後の2012年、 N700 アドバンス、この進歩のアドバンスをつけた N700A がデビュー、そして今から6年前の2015年には N700 系が全て N700A に統一されています。でも外見上の違いはもうほとんど見受けられず、同じような顔をしているんですが、ただ性能面が向上しているんですね。アドバンス、その名の通りブレーキ面の性能が向上したり、空気タンクが増設されたことによってより広い区間で車体を傾斜することができるようになるなどなど、いわゆるマイナーチェンジというやつですね、部分的に改良が施されていました。そしてもう一つの N700A というものが存在しています。それがこちら、また別日の映像、新横浜駅になります。これね、列車入線してきていますが、まあ全然正面を見ていると先ほどの N700A と何ら変わりないような顔をしています。ただその違いは側面にあります。先ほどの N700A とは異なり、ロゴがでっかく、アドバンスっていうの主張が激しいですね。それぐらい A がでっかく記されています。これは先ほどの小さい N700A とは違って、 N700A がデビューをする2012年に新しく作られたタイプの車両になります。なのでもともとの N700 系からの改造ではなく新しく作られているので、こちらの A が大きい方は比較的新しいタイプということになります。なので若干車内の設備を見てみると、結構ね細かく見ないと分かりませんが、先ほどの A が小さく表記されている N700 系との違いも見受けることができます。こんな感じで車両の座席、ヘッドレストの左右の部分が角張ってボコッとなっているのがよく分かるかと思います。また後で映像をお見せしますが、スモール A の車両のタイプっていうのは座席はこんなに角張っていないんですね。また座席の素材に関しても、こちらのラージ A の方は座席の素材がなんか 100% リサイクル可能な素材、環境に優しい素材でできていたような記憶があります。まあ、ここまでのことをざっくりまとめると、こちらの N700 のラージ A の方は N700A デビューに際して新造された車両、そしてスモール A の方は N700 系時代から改造されて引き続き使われている古いタイプということになります。さあ、ここまでおさらいしたところで引き続き東京駅に戻って、今度はスモール A の古いタイプの N700 系にまずは乗車をしていきましょう。乗車するのはここから新横浜まで向かいます。こうね、乗務室のところ黒ずみが目立ちますね。白なのでかなり汚れが目立ちます。この N700 スモール A は X6 編成とありますが、これもともと N700 系時代は Z 編成だったんですね。
つまり N700系 時代は Z01234 と数字が並んでいたものを、あれ君たち N700A に改造されるんだから紛らわしくなるよね、ちょっとやめてくんないということで名前を変えて Z から X になって X012345 の順に並んできて、でこれは6編成6番目に作られた編成ということなのでかなり古い方になります。この荷物棚のところもよく見ていると、こう黒くこうかすり傷なんかがよく目立ちますね。僕も中学2年生の頃に東京から大阪まで修学旅行に行きましたが、その時も N700系 乗って、いや新しいなこの新幹線すごいなって思ったの今でも覚えていますよ。ちなみに現在乗車をしているのが X6 編成で、そして X の1編成から順番に作られてきました。そして X0 編成はとなると、0は試作車、試しに作ってみたという試験的な車両なんですね。ちなみにその X0 編成は今なんとね廃車されてしまっているんです。試作車は2005年に作られているので、もうね15年以上経過していたんです。同じ N700系 なのに廃車が出ているってすごい時代を感じますよね。そしてこちらご覧ください。先ほどお見せした N700系 のラージ A と比較すると、座席の角っこ、ヘッドレストの左右角っこがなんか滑らかになっているのをお分かりいただけますでしょうか。なかなか違いのわからないスモール A とラージ A ですが、こういう風に車内を見比べてみるとその違いを発見することができます。まあとはいえこの車両もなんだかんだ5、6年は使用されているんでしょうね。かなり傷が目立ちました。さあ出発、東京駅を出発して途中新横浜を目指していきます。2020年の3月からはのぞみ12本ダイヤ、コロナウイルスの関係で若干延期されたものの、ただ夏に行われていましたね。単純計算で1時間に12本ということは5分に1本間隔で新幹線が片道出発するということになります。そこら辺の通勤電車と変わらないような運転本数なので、いやものすごい凄まじいですよね。それと同時にこの東京と大阪大都市間の移動需要っていうのがしっかりと確保されている一定数あるんだなってことを実感します。この区間東京から品川の間は時速100キロの制限速度で走行していきます。そしてお隣の上野東京ラインに関してはなんと最高速度が110キロなので、この区間は東海道新幹線よりも速く走ることが可能なんです。加速度減速度も向こうの方が勝っているので、ここら辺では運が良ければ新幹線が在来線に敗北するそんな瞬間も見ることができます。そして冷静にもう一つすごいなって思うのが、この東京から品川の間なんと東海道新幹線は複線なんですね。片道で1時間に12本ダイヤとか馬鹿げたダイヤを組んでいるのにもかかわらず全線において複線なので、各方向線路1本で全ての列車をさばかないといけません。そしてもう一つ東海道新幹線の輸送上のネックとして挙げられるのが、この東海道新幹線の東京駅品川駅周辺にある車両基地、大井車両基地の位置ですね。ここ今車窓を見ていますが、左側に今度線路が分岐をしてきて、そして上側に伸びて、そしてさらに左側にカーブをしていきます。この先が大井車両基地になっているんですが、なんとこの区間は東京駅に入って、そして回送される列車も旅客列車と同じ線路を通る必要がある。つまりは通常の旅客列車だけではなく、あちら側大井車両基地に回送される列車のダイヤも加味してしっかりとダイヤを組まないといけないのですね。なので東海道新幹線はこの区間、特にこの品川から東京の区間ではありますが、この複線の区間をフル活用して列車を通しているんです。東海道新幹線は昔から輸送力が逼迫していたわけで、東京の次の駅品川駅を建設する際に現在の品川駅よりもさらに多くホームの数、それから線路の数を確保して、東京駅に加えて品川止まりの列車を作って、そしてそこで折り返し運転をさせれば輸送力が当時よりもさらに増強されると、そういった計画が持ち出されていたんですが、ただ品川駅周辺の用地買収に失敗をして、で現在2面4線の品川駅になって、現在でも品川発着の列車っていうのは朝に1本6時ちょうどののぞみ号があるぐらいですよね。本来の機能は果たされていないようにも思います。さあ間もなく新横浜駅に到着。品川を出発した東海道新幹線は途中横須賀線なんかが通る品格線と途中まで並走して走ります。カーブが多いのでそこまでスピードは出ないんですね。そしてこちらをご覧ください。こちらは N700 ラージ A の方ですが、こんな感じで緊急通報装置があります。ラージ A 新しく作られた方にはこの緊急通報装置に加えて、そしてこの扉の上の部分、
ドアが開いたりする際にこの赤いランプが点灯するんですね。こういった形でこの出入り口の設備にも若干の違いが見受けられます。ラージ A の方が比較的新しいのでこういった設備が備わっているわけなんですが、こちらのスモール A の方、同じくこの乗り降りするドア、デッキ付近になりますが、まず緊急通報装置がありません。そしてドア上のランプもありません。なのでドアが開いた際にランプが点灯することもないんです。こういった細かい違いが N700 のラージ A とスモール A には見受けられるのです。さあ、乗車してきたこの X6 編成、この編成も当時2006年の東海道新幹線に N700 系が導入されてから活躍をしているかなり古い車両です。また新しい車両 N700S、 これから乗車しますが、新しい車両が入ってきてからも、まあもうちょっと末永くしっかりと走り続けてもらいたいものですね。さあ、東海道新幹線の中で古い N700A スモール乗車してきましたが、用事を済ませてさあ新横浜駅に入線してきたこちらの車両、これが2020年にデビューを果たした東海道新幹線の最新鋭の車両 N700S になります。いや、この車両はもう顔を見るだけで N700A との違いは歴然としています。ライトも一新されて LED 化、そして車体のほっぺたもなんだかぷっくらと膨らんだような顔をしています。ちょっと新横浜駅だとホームドアがついているので、こちら小田原駅の様子、まず大きく違うのはこのヘッドライトですね。新幹線では初の LED が採用され、ライトの中にまた2つ小さいライトが見えるのがよくわかります。あと特徴的なのはこの2つのヒゲ、これは昔走っていた4パー9系の国鉄車両ボンネット型に似ていますよね。なんかもう結構見慣れちゃいましたが、2020年の7月に運転を開始してからもうすでに11編成12編成ぐらい作られているみたいですね。 N700S は車内も大きく異なります。あの窓枠の部分とかね、ちょっとくぼみがついているんですね。こう段差がもう一つつくようになっていて、僕これ最初乗った時はなんだかこう旅客機、飛行機の車内みたいだなって思いましたね。車内のモニターもこのように N700A と比較すると若干一回り大きくなっているのがよくわかります。ほら、もうまるで横を見ると飛行機。そして間接照明が採用されているので、自由席であっても車内はなんだか豪華な、そんな感じになっています。そして全席でコンセント完備、従来の N700A の方は片側しかコンセントなかったので、いや、これは本当にありがたい。そしてもう一つ、この N700S の変わった点といえば、これ間もなく品川に到着をするところなのですが、これ天井のライトの部分注目していただきたいんですね。こう若干白色になっているライト、暖色系のライトが2列2方向に向かってバッと伸びている形が、これ品川到着直前になるとこのようになります。これ荷物棚のところがさらに明るい光で照らされるんですね。確かにこれは便利。僕も飛行機に乗っていて荷物棚にお土産を忘れるみたいな事態、何度か経験したことあるんですが、これがあれば上に置いているキャリーケースだったりとかお土産だったりとかを忘れることはまあほとんどありませんでしょうね。さっきご紹介したラージ A とスモール A の違いに関しては、かなり細部見ないとわからないので、多分一般の方はね、気づかないと思うんですが、さすがにこの A と S だともう明らかにもう新車具合が全然違うので気づくと思います。ただね、座席はそこまで新しくなったという感じはないんですが、これリクライニングがまた全然違います。本当に見かけによらないんですね。座席は若干ね、 S の方が硬くなったかなといった印象なんですが、リクライニングこれ後ろの方が座席ちょっとね、深くなるんですね。下に下がる形で自分の腰が深くなる形でリクライニングするんですね。なので座り心地はめちゃくちゃいいです。フィットします。そしてこれね、あんまり撮ってなかったんですが、 N700S のグリーン車も、A と比較すると比較的新しく、そして高級感も増しているような印象を受けました。モニターもこれ N700A のモニターと比較すると全然また解像度、それから見やすさが違いますね。まるでなんかスマホの画面を見ているような感覚に陥ります。さあ、品川駅に到着。いや、この目がめちゃくちゃかっこいい。東北新幹線で使用されている E5 系緑色の新幹線もよく見ているとライトの部分はこんな感じで、またさらに中に目ん玉がいくつかあるギョロギョロとした目になっています。
このように外見はそこまで違わないのにもかかわらず N700 スモール A と、そして2020年から運行を開始しているこの N700S とでは製造年に最大で14年近くの差があります。言うなればこれは同じ学校内で小学1年生と大学3年生が一緒に過ごすようなものです。この動画を見てくださっている方もきっとこれから東海道新幹線に乗車する機会があるはず。その際はぜひこの新幹線ごとの細かい違いなんかも注目して見てみてください。それではありがとうございました。